こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon オーストラリアで販売する商品ね、儲かる商品探し。これはもう簡単に見つかるんですけど、見つけても、これはダメだとパスしてる事例が多いんでね、それについてお話しします。まず、価格にうるさくない購入者が多いオーストラリアはね、高くても売れます。で、例えば、eBay で同じ商品の制約価格が1000円から2000円と幅がある場合は2000円でも売れる可能性が高いと。これね、1000円から2000円で売れててね、やっぱ普通は安全を取ってね、1000円にしてしまうと。で、1000円で考えると、とりあえず FBA の始まってない今の段階だとね、送料を乗せたら全然ダメじゃんということでね、この商品ダメとなってしまいますけど、実際には2000円で、売れる場合が多い。この場合はね、Amazon.com.au で販売すれば儲かる商品です。それから、日本 Amazon とね、eBay.com.au との価格差がない場合、Amazon で買って eBay で売ってもね、全く売れないと。これは、ライバルが値段を落とした商品です。売れてるうちにね、安売りする人が出てきて、値段が落ちてったと。これもやっぱりね、Amazon オーストラリアで FBA が開始すれば、納品すれば儲かります。同じようにね、アメリカの Amazon.com で値段が落ちててランキングが、ね、結構いいけど、価格差はもう安い、ね。例えばダイソー商品で5ドルで売ってる商品とか、その辺は売れたからこそ値段が下がった商品なんでね、オーストラリア Amazon で、販売すれば儲かる商品が高いです。そういう目で見るとね、全然もうオーストラリア Amazon の FBA が始まれば、商品探しというかね、もういかに手近にある商品を送るかってだけの話なんですけど、なかなかね、価格に敏感な日本、高くて買う人いないでしょうと、そんな価格差あったらどんな人が買うのという感覚だとね、せっかく儲かる商品を見てるのに、それをリスト化することもなく、これはパスということでね、パスしちゃうんで、そうじゃなくてね、大丈夫ですというのをね、覚えて、商品のリストアップをしてください。で、どれぐらい価格に鈍感かという事例でね、一つ、今、たまたまね、ホテルで水を買って思いついた話なんですけど、水の販売価格。日本の場合、今ホテルにいますけどね、いろはすの水、ね、この初めの、この画像のいろはすの水ですね。これ自動販売機、ホテルの中の自動販売機で160円で売ってます。で、ホテルの地下の売店は100円と。ね、そうするとほとんどの日本人は、ホテルが空いてればね、売店が空いてればこの100円で買いに行きますよね。100円で売ってるの分かってたら100円で買います。ところが、自動販売機は各フロアにあるし、めんどくさくないと。だったらね、160円で、買う人も結構います。日本でなければ。で、ホテルのミニバー、最近ね、5つ星のホテルでもミニバー空になってるんですね。これなんでかなと考えたら、近所にコンビニがたくさんあるんで、標準的な日本人だとね、コンビニに買い物に行ってしまうと。あるいはね、中国とか韓国から旅行してる人だと、やっぱりね、オーストラリアに住んでる人よりは、どっちかっていうとね、日本寄りの価格に厳しい人たちなんで、ミニバーなんかは買わないんでね、コンビニ行って買ってくるということなんでしょうね。今やホテルのミニバーは空です。日本の場合ね。で、レストランでこれ飲むと400円から500円。いろはすの水は出てこないですけど、ボルビックなりね、中のボトルに入った水が、コンビニで買えば100円のものが、あるいは140円のものが400円から500円。これは、さすがにレストランならね、水を400円、500円でも、しょうがないかと思う人が多い。その代わりね、ボトルの水は飲まずに、ね、テーブルウォーター、タップウォーター、ただの水を飲む人が多い。これが日本の、価格敏感度。日本は高く売るとクレームになるので、安く売る場合も多いし、高く売るしかないのはね、逆にあんまり提供してもしょうがないというような状況になっています。ところが、片やオーストラリアは、全く状況が違います。自動販売機に水が400円で売ってます。これホテルじゃなくてね、普通の街中の自動販売機の水の値段が400円です。4ドルとか4ドル50、安いところはね、3ドル50かもしれませんけど、そんなもんです。で、なんと、
人件費が高いんでね、スーパーでも400円で売ってます。1本400円。で、ところがね、オーストラリアがさすがだというかね、これがオーストラリア。オーストラリアに住んだことない人は理解不能な、ことがですね、この1本400円の水、同じ水がね、24本パックだと、例えば1200円とかで売ってるんですね。せいぜい高くても24本パックだと、まあ1800円とか、まあそんなもんですね。なのになぜか1本400円の水が売れると。で、これ会員さんと話したらね、そんなの買うの何人に1人なんですかと。ね、100人中何人いるんですかというような話ですけど、100人中何人っていうかね、水買っていく人の、まあ、10人中ね、下手したら7人ぐらいは、ランチタイムなんかの、時間帯は、大体みんな1本400円の水普通に買ってきますね。で、ホテルの地下の売店、ホテルの地下に売店がある場合もない場合もありますけど、まあ、やっぱり400円、ね。レストランでも500円。どこで買っても高いんですね。でもさらに高級レストランだと1000円とかね、さらにさらに高くなります。まあ、日本だとね、800円で水って炎上してたレストランがありますけど、やっぱ日本で物を高く売るっていうのは非常にリスキーだなと。ね、価格に敏感だしね、炎上もしてしまう。恐ろしいですね。ところがオーストラリアだと、ね、そもそも、安く売ってるとこ、そういえばありますね。中国人経営の、ちっちゃな店とか行けば、1ドルとかで売ってるんですけど、まあ、なぜかスーパーで400円、目と鼻の先にあるスーパーで400円でついでに買ってっちゃう人が多いと。ね、自動販売機で物を買いたがって水買う人が多いというのがオーストラリアの状況。だからね、まあ、そんなにね、価格、の、まあ、高く売ったからどうこうとか、100円ショップのものを10倍で売ってね、売れるわけないとか、ついついね、日本人の先入観だと考えてしまうんですけど、まあ、オーストラリアは、そんなもんじゃないと。ね、もちろん、同じ感覚の人も多少はいるでしょうけど、そうじゃない人がたくさんいるんでね、価格についてはそんなに気にせずね、売れてる形跡があれば、100円ショップのものね、2000いくらとかで売れないでしょうという先入観を持たずね、まず売って試してみるというのがね、大切です。結構売れたりします。で、実際売れてます。ましてや、FBA が始まったら別に、100円で買ったものを1000円で売れば十分儲かるわけですからね。まあ、その程度だったら、いくらでも商品はあると。いくらでも商品はあるというか、100円ショップで仕入れれば100円で仕入れできるわけですから、まあ、それを送ればね、簡単に商品は見つかりますんで、まあ、それほど心配することはないです。まあ、ただ、そうは言っても、ね、FBA が始まるまで何やってるんですかと。その間、儲かる商品を、探さなきゃというのは当然のことなんでね、そっちの商品については、スカイプで、サポートしてますんで、お気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。